ちがお風呂に入ってます。なので突撃したいと思います。もちもち、いやーもちもち、ちょっと待って、今モザイク取ります。いきます。3、2、1。今日は何でしょう。今日はもちこのシャワールームに突撃したいと思います。いきましょう。え、なんか見つけそうだ。もちこってちゃんと料理使ってんのかっていう話。ああ、なるほどね、確かに。でも使ってないんだよ、あいつ。いや、あいつ使ってないだろ。うん。ただ単にシャワールームに突撃したいだけじゃないんですよ、正直。無理無理無理。無理です、その。え、無理ですか。そういうことね。ただ、裸を見たいけど、そういうことじゃなくて、ちゃんとリボディを使ってるかっていうのを社内的にちゃんとチェックするっていう。無理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 。いやいやいや、ほら、会社としてやっぱさ、商品を愛せるかって大切じゃん。大切大切。大切じゃん。で、俺も使ってるの、実際、うん。めちゃくちゃ。うん。彼女はね、ちょっと疑惑があるんで、僕は、はい。え、でも無理無理無理。全然正当化されてない。まあでも確かにそうか。ほら、黒、本当に入ってるところに突撃しないとわからない。わかんないわかんない。っていうのはあるね。確かに聞いただけで、現地じゃね。そう。嘘いくらでも言えるから。ってことで、いいんですか今日の企画は。何いいんだよ。いやいや、入っていいんですか突撃していいんですかっていう最終確認です、僕の。なんかさ、これさ、ずるいよ。いやいや、これさ、ずるいよ。怒られるの僕になるわけよ。責任をなすりつけて。そうです。僕は責任、車谷だって言いますから。僕はやりたくないの。いるよな、こういうやつ。本当に。ずるいやつ。いるよな。結構、シャワー入るとか言うのね。うん、こっちに来たら。うん、鍵閉めないんです、あの人。そう。ガチで。ガチで鍵閉めないんですよ。そう。一緒にホテルとか泊まったりするじゃないですか。みんなでとかも。うん、で、僕とか、松葉くんとかは鍵閉めるの。で、ラオスは鍵閉めないんだよね。閉めないはず。で、もう一人が、望月さんっていう方も、はい、鍵閉めないんです、あの人。頭おかしいんですよ。はい。でさ、僕とか松葉くんが鍵閉めてさ、お風呂入ってるのに、はい、なんでモッチーが鍵閉めないの、うん、まあ確かに、女性ですからね。やばいよね。はい。入っていいってことでしょ。まあ裏を返したらそういう返したけど、うん、むしろ入ってきてほしいとまで捉えることはできるかもしれない。そう、まあ、入っていいってことですよ、皆さん。わかりますか。これ叩かれても知らないからね。叩かれないから。鍵が開いてるっていうのは入っていいって許可してんのと、まあ、車谷がやめろってだから。僕を使うな、マジで。じゃあもちこが入ってきた時に突撃したいと思います。レッツゴー。どうぞ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。バカにされてもええ。今モッチーがお風呂に入ってます。なので今から突撃したいと思います。ちょっといいかな。いいの入ってる。巻いてんだよ。あたしを彼女にしたいなら、セレさんにもらったって言ってたやつ。あ、そうか、セレさんよし。もちもち、いやー、ちょっと待って。なんか、ちょっと一緒にシャワー入ってやろうって。かけるよ。え、バンバン。バンじゃない、バンじゃない。バンバン。あ、大丈夫、モザイクかけるからね。モザイクは大丈夫です。ちゃんとやるんで。はい、大丈夫です。僕だけモザイクかからないですけども、すみません、そこは仕事として勘弁してもらいたいと思います。本当にモッチーがちゃんとリボディを使ってんのかっていう。いやいや、閉める閉めるな閉めるな。おいおいおいっていう検証したいわけですよ。自分のシャブ持ってきたらさ、持ってきてない。隠す可能性もあるやん。わかる？警察やってんだ。うん、そうそう。持ってきてないよ。はい。ないじゃん。え？ないよ。あ、見して見して見して。潰していい？潰していい？お湯かけていい？
キノコの山が2つありまして、シャントリーボディの良さをちょっと説明してほしいなっていう動画なんですよこれ、うん、ちょっとお願いします。え、今怒ってる彼女、当たり前です。当たり前なのか、まあ、でもね結構ガチでシャントリーボディも用意してんだよ。そりゃそうじゃねえだって。そうなのか、はい、まあ、これは本当でしたっていうのはいいんだけど、ちょっとまだシャントリーボディの良さが女性目線で分かってないと思う。多分あの視聴者の買ってくれる、うん、あの迷ってる皆様は、うん、シャントリーボディって何がいいの？でもうちこのね泡立ちと、うん、髪の毛あれのシャンプーした時のこの指通りが好き。確かに臨水シャンプーとかさビシビシなんじゃん、うん、あれって通らないじゃん女性の人、うん、あとね普通のシャンプーでもねなるんだよこれ詰まっちゃうの。おー、はいはい、みんなはねそこを結構基準で考えてるかも。シャンプー選ぶとうーもっとつけてほしい、ね、女性で言ったら僕ずっと言ってるのが保湿シャンプーとしてトリートメントこだわりのあったらシャンプーはこれで、うん、トリートメントは自分の好きなやつでより髪の毛を補修されるっていうふうに言ってるんだけどさ、うん、それどう思う？もちその通りだと。てかこれ1本で全然平気。あでも確かに2週間に1回ぐらいあのシャントリーボディやった後にトリートメントあの洗い流せるのもあるじゃん、うん、はいはい、あれやったりするけど基本的にめんどくさいからこれ1本しかしない。なんかめっちゃ減った、トリートメントすることが。美容室も行かなくなった。マジですごっ。それは多分ただのめんどくさがり屋なんだ。それはそうそれはそう。もっちバッキバキに髪に行った時これやってすごいよね。うん、でもともとハイトーンだもんね、もちろん。まあなんか全員の女性が髪の毛これでトリートメント効果 100% 最高とは思わないと僕は思ってるんだけど、はいはい、でもまあ一つねモッチーみたいな人で全然これでもいけるよ。うーんの人はね多分ねめっちゃいいと思う。マジで？そう、やめろ。はい、今はならなんとサントリーボディの400ml1本の定期もしくはミストの、プルトリートメントミストの3本セットの定期がずっと 30% オフでご購入いただけます。これはもう本当うちらが終わるまで 30% オフが続くのでぜひこの機会に。うちらが終わるまでって会社が潰れるまで会社がね潰れない限りはそれをやりますと。もうこのキャンペーン多分もう一生やんないと思うというかできないよね、うん、できないできないできないから本当今しかないお得な、お得っていうかまあうちら感謝の気持ちだよね、うん、本当に確かにね、できないもんね、うん、感謝の気持ちを込めてそのキャンプファイヤーも含め、うん、まあノンタイトル2月から放送されて、うん、その間からずっとファンでいてくださった皆さんの間とかあとまあいろいろうちら事故ったじゃないですか、はいはい、キャンプファイヤー遅れたりとか、うん、まあその液漏れの事件とかいろいろあったんですけど、うん、それを得てもまだ応援してくださる方への、まあ、感謝の気持ちっていう部分が結構多いの大きいので皆さん、ね、この機会によかったら定期購入お願いいたします。なんと今購入してくれた方には追加特典としてこれのモザイク撮ればいいよこの動画。今モザイク今モザイク撮ります。いきます。3、2、1。残念でしたイエーイ。これは、まあ、商品紹介のためのやらせ企画です。レッツゴー。どうもレッツゴーレッツゴーで、で、今日の主人公です。主人公です。どうぞ。我々ですね、あのシャントリーボディを上手に宣伝できてないんですよね。うまく宣伝する方法をひらめいちゃって、うん、確かに。でモッチーはただただシャントリーボディの良さをちゃんと伝えてくれればいいだけなので、うん、じゃあちょっと早速めんどくさいな入っていただいて。でシャントリーボディちゃんと使ってるの？本当に使ってるよ。おさすが。おお、お願いします。使ってるよ。あっという間に終わってしまうよ。あっという間に終わってしまうよ。おっ、すげえ。終年だって終年だって後で悔やんでももう遅い、後で悔やんでももう遅い。何回だって言うよ、何回だって言うよ。今やりたいと思うことは今しかできないことなんだ。
られるよ気持ちで、まあ、やってますで、やらせはやらせってちゃんとこういう風に言うので、はい、僕らね、本当のリアルドッキリはもうより楽しんでもらいたいですそうです、はい、はい、なんかさ、ちょっと漏れてる感じで髪の毛やってもらっていいですか。どういうこと。あの、髪の毛セットしてもらって漏れてる感じ でラオスが来てびっくりしてるっていう感じのラオスは手とかラオスの体で、あの、下着が隠れてるみたいな感じでサムネ撮ってほしいんだよね。え、これじゃあ最初閉じる。ん、閉じる。あ、いいよ、このまま、うん、お願いします。はい。で、あの、これマジでやだ。これシャンプリボディというものとして、これ本当に全身保湿、本当にいて商品紹介もこれも仕事なんだよ、もっち。シャンプリボディ、あの今だけ30%オフでございます。何して。はい。おお、閉めて閉めて、おいおい。あ、開くんだよここから。ここ開くんだよ。そうなの。ここから開くんだよ。おい、ここから行くんだよ、ここに。おい、嫌だ。早くね、サムネだけ撮りたいから早く、はい、それいいからもう映せないんだもん。わかりました。はい、はい、了解です。